はじめまして。先ほどご紹介に預かりました。山部凛と申します。風鈴の凛って書いて、鈴で凛と呼ぶので、凛さんなり何なりで 呼んでいただけると嬉しいです。私は先ほどご紹介いただきましたように、AFS の66期生として、2019年、2年前に、インドに派遣させていただきました。それで高校2年生の時にインドに行ったので、高校2年生を飛ばして、高校3年生の時に地元の長崎県諫早市にある諫早高校の3年生に戻ってきて、それで現在はお茶の水女子大学の1年生をしております。で、9月からは先ほどご紹介にあったように、アメリカのウェルズリーカレッジというボストンにある女子大に通う予定です。ヒラリー・クリントンさんだったりとか、そういう世界各国で活躍される女性リーダーを輩出しているような学校で学ばさせていただくような予定です。で、私が5月30日生まれなので、現在19歳と18日なんですけれども、こういうふうに若い人があんまり話すっていうふうなことはないと思うので、なんでこんな大学1年生がこんな話をしているんだろうっていうふうに思う方も少しいらっしゃるかなっていうふうに思うので、私の興味関心とか、今までどういうことを思って、活動とかをしてきたのかっていうのを少しだけ紹介させてください。そうか、すいません。これ、私の顔とか見えてない。あ、大丈夫。はい。先ほど申しましたように、私は長崎県の諫早市で、19年間生まれ育ちました。で、幼い頃から国際協力っていうものにすごく興味があって、中学校2年生の時にスイスの国連本部に派遣されました。これが長崎県のプログラムで。で、中学校3年生の時に、その国境なき子どもたちっていうふうな、NGO があるんですけれども、その友情のレポーターっていう子どもレポーターのような形で、フィリピンの路上だったりとか、スラム街とか、あとはその刑務所だったりの、貧困の状態とか、そういう、環境で暮らす子どもたちの生の声をいただいて、それを日本全国に広めていこうというような活動をいたしました。で、それの最中で地元の長崎県諫早市のテレビだったりとか、新聞だったりとか、あとはラジオだったりとかの大人の方にたくさんお世話になって、あれ、自分の地元って意外と素敵なんじゃないかっていうことに気づいて。で、高校1年生では、学生団体を立ち上げて地域おこしをやっていました。で、高校2年生は AFS でインドに行って、高校3年生で先ほどご紹介いただいたみたいな感じで、帰国してきてから、抱いた日本の格差とか分断に対する違和感っていう風なものを書き記した、この割り切った世界の片隅でっていうのが、2万人近くの方に読んでいただいて、自分の考えとかを世の中に表明する機会が少しだけ増えたかなっていうふうな形です。すいません。これ、私、コメントが見えてないんですけど、チャットがチャットのコメントですか？チャットのコメントです。私、この状態だったらコメントが、見えなくて。見えないですか？今、とりあえずは、ご挨拶以外は入ってないんですけれど。大丈夫なんですけど、このプレゼンをしているとですね、見えないんですよ。ね、すいません。では、なるほど。はい。画面共有はどなたかに代わっていただいた方がいいと思います。画面共有してらっしゃると、チャットが見えないので。すいません、わかりました。じゃあ、本来は、プレゼンをしながら質問を随時いただくっていうふうな形だったんですけれども、それがちょっとできないようなので、最後の15分ぐらい、質問をいただくっていう従来の形に変えても大丈夫ですかね。すいません、ありがとうございます。はい、では続けさせていただきます。で、その私の興味関心っていうのが、やっぱり貧困とか格差とか分断っていうふうなものにすごく興味があって、大学でもそのようなことを学びたいなっていうふうに思っています。
はい、で今回のテーマがインドが教えてくれた分かり合えない人と分かり合う方法ということで、分かり合えない人と分かり合うってことはやっぱりもう何千年っていう歴史の中でもう偉大なる先人の方々がもう何回も何回もいろいろ頭をひねって考えてきたことではあるので、あくまでも私が19年と18日間生きてみた中で、自分なりに出した答えっていうのをここで皆さんと共有して一緒に考えていけたらなというふうに思っています。はい、突然ですが今まで皆さんは分かり合えなかった経験というのはございますでしょうか。分かり合うっていうのはどういうことだろうっていうのは難しいと思うので、言葉が通じなかっただったり話が通じなかった経験というのはありますか。10秒ぐらい時間を取ってみるので考えてみてください。ありがとうございます。今結構その言語の関係で言葉が通じなかったっていうことを言ってくださった方が多かったんですけど、やっぱり言葉ってそうですよね。自分が生まれた環境とかその地区によって訛りとかも全然変わってくるからこそ、私たちがなんて言うんでしょう、想定していた綺麗な英語っていうものだったりするとちょっと違うなっていうふうに感じる経験もあるのかなっていうふうに思います。でその言語と同じようにやっぱり言葉が通じないっていうかは、その話が通じないっていうふうなあのニュアンスっていうのもやっぱりあるのかなっていうふうに思ってて、やっぱりその言葉、あの言語の方の言葉じゃなくても話が通じないの話し方とか考えていることっていうのもやっぱりすごく今まで自分が生きてきた環境にあと左右されることがすごく多いのかなっていうふうに思うんですね。例えばその同じ国内であっても、例えば何でしょう、地方都市だったりとか国外でも海外に行ったりとかしたときに、言語っていう風な面だけじゃなくて、あれなんだか話が通じないなっていう風な違和感を覚えたりだとか、あとはその地理的に移動をしなくても自分が普段あまり接しないような人たちと一緒に話したときに、なんだか前提としている条件が違う気がするだったりとか、なんだろう、なんかこの人の言ってることわからないぞっていう風な経験をされた方が少しはいらっしゃるんじゃないかなっていう風に私は思っていて、でそういう風な経験をされた方がやっぱり少なからずいるのかなっていうのがなんか私の感覚ではあります。でこれからその分かり合う方法っていうのを探っていくために、その私が今まで分かり合えなかった体験みたいなものを深掘っていけたらなってっていうふうに思います。でそのまずは幼少期から高校1年生編みたいな感じなんですけれども、一番幼少期とかに思っていたことが不条理な世界にとにかく耐えられないというか、なんでこの世界はこんなに不条理なんだろうっていうことを思っていて、これで私はなんて世界と分かり合えないんだろうなみたいなことを思っていたような気がします。例えばその私が長崎県の出身なんですけれども、私は今、2002年に生まれたからこうやってのんのんと暮らしていけるけれど、今この同じ大地でも70数年前に生まれていたらこの一発の原子爆弾によって命が奪われていたりとか焼けただれていたかもしれないっていうふうなことがやっぱり小さい頃からすごく感じていて、自分が今ここに生きていることっていうことに対するすごい尊さだったりとか、その脆弱さとか脆さっていうようなものをすごく小さな頃から感じていたかなと思います。でそういう時から全然自分はクリスチャンとかそういうわけではないんですけれども、なんか自分の中の神様みたいなものが、そのあなたはどこに生まれますよっていうのを決めるくじがあったとして、そのくじがもし手がその手がもし横に2ミリずれていたら、私はビバリーヒルズのすごいわがままのなんか、お嬢様だったかもしれないけれど、その手がもし1ミリ横にずれていただけで、私はフィリピンとかでその警官から追いかけられながら泣きながら夜道を走るストリートチルドレンだったかもしれないみたいなことを思うと、なんで周りはこの不条理な世界に納得しているんだろうみたいな感じですごく怒りを覚えて、そのベッドで寝なさいっていうふうに言われても、いや私はこの世界でなんかベッドで眠れない子どもたちがいるんだったら地べたで寝るっていうふうに主張し続けるような子どもでした。だからこそなんかその海外に行きたいだったりとか、その途上国の実態を見てみたいっていうふうに言った時に、その
周りから、それって必要ないじゃんだったりとか、そういうことをしなくても生きていけるのになんでそんなことをしたいのっていうふうに言われることがあまり理解ができなくて、その必要は自分たちにとってはないかもしれないけど、今この瞬間にも死にゆく人がいるのになぜそれを自分たちに必要ないからといって切り捨てられるんだみたいな感じで、ただただ怒りを覚えているというような感じだったかなというふうに思います。でまた2つ目に思っていたのが、そのできないっていうことを思いたくないっていうふうなことで、周りのみんながなんでできないって思うのっていうふうなことを自分はやっぱり分かり合えないなっていうふうに思っていたような気がします。というのも、その私が途上国とか、そのフィリピンなりスイスなり、スイスの国連なりに行って帰ってきたとしても、いや、やっぱりそれはあなただからできることであって、自分には絶対にできないよっていうふうに地元の友達が言うですね、だったりとか、私がその学生団体を設立したいっていうふうに言っても、いや、そういうのはやっぱり特別な人しかできないからっていうふうなことだったりとか、あとはその東京とかに私がスピーチコンテストとかで行く機会が多くて、その時になんか音楽の趣味とかがやっぱりバンドをしている高校生とかが東京にすごく多くて、バンドとかしてる人とかがいて、自分たちができるって思ってることよりも、なんかその上を超えることを東京の子たちはしてるんだよみたいな話をしたときに、いや、でもバンドとかは東京の高校生の遊びだよねみたいな感じで、自分たちにできるなんて思ったことがないっていう風な状況に対して、私はすごく分かり合えないなっていう風に思っていて、だからこそ、なんでしょう、その自分が途上国とか、海外とかに行ったら、必ずそれを自分が感じたこととか、私、同じ高校出身の同じ長崎県育ち、諫早市育ちの人がこういうふうに感じたんだよっていうことを、必ずどこかで学びを得てきたら、学校での講演会でそれを発表するっていうふうな、形式を取ることによって、自分たちにもできるっていうふうな感覚を味わってほしいなっていうふうに思って、そういう面では分かり合えると信じていたというか、分かり合えるっていう、分かり合いたいっていうふうな気持ちはすごくあったんですけれども、やっぱり一番の時と同じように、なんでできないって思うんだろうっていう、そういう違和感がすごくあったかなというふうに思います。で、その3つ目が、これは自分の地元の長崎県のことではなくて、その結構私がそういう夢を持ってた時に、今から行動しなきゃいけないっていう風な気持ちがすごくあったので、中学生とか高校生とかの時から、東京とかである国際シンポジウムだったりとか、発表の機会だったりとか、スピーチコンテストとかに結構参加する機会が多かったんですね。その時に、例えばすごく何気なく、東京のそういうところで会う高校生とかから、ウィーンって行ったことがあるっていう風に言われて、いや、ないよっていうふうに言ったら、へえ、海外興味ないんだねっていうふうに言われたりとかして、でも私は海外に興味はあるけど、ただウィーンに行く機会がなかったというか、行けると思っていなかったからウィーンに行ってないだけなのに、その彼自身の物差しに合わせて、ウィーンに行ったこととかない、イコール海外に興味がないっていうふうに、その決めつけられてしまうっていうふうな経験がすごく多くて、そのことから、なんで、私は長崎に生まれたっていうだけでこんなに悲しい思いをしなきゃいけないんだろうみたいなことを結構思っていて、その時に、とにかく私はだらだら過ごしていたらっていうか、その何も考えずこのまま生きていたら世界に置いていかれるんじゃないかというふうな気持ちがすごく大きかったような気がしています。で、このような経験を通して、そのまず中学校2年生で初めて海外に行って、中学校3年生で途上国の現状をフィリピンで知って、高校1年生で地元の現状っていうのを知ってっていうふうに、ここまで来た時に、なんか私は変化であり続けたいっていうふうな思いがすごく強かったんですね。どういうふうなことかっていうと、
何かおかしいっていうことがあったら必ずおかしいっていうふうに言い続けたいし、私はこの自分の違和感を感じやすいっていう性格がそこまで嫌いではなかったし、私は私のままであり続けたいっていうふうな気持ちがすごく大きかったような気がしています。そんな時にインドに関する詩を読んだことが私の人生を大きく変えたかなというふうに思っていて、どういうことかっていうと、そのインドの詩をその諫早の図書館で読んだんですけれども、そのインドの詩がガンジス川に関する亡くなった子どもの中を、悲しそうな顔でその川に流していて、その1メートル横では何事もないかのように、物売りがいつものように商売を続けていると、そういうふうに全ての感情が存在する空間、それがインドだというふうな詩を読んだときに、私はこういうふうに自分の価値観がそう通用しないような場所でも私が私らしくあり続けられるなら、また私が私のままであり続けられるならば、私が、長崎とか他の国でしてきたようにおかしいことにはおかしいと言い続けられるのであれば、私はどの国に行っても変化であり続けることができるのかもしれないっていうふうなことを思って、私は AFS に応募してインドに行くことになりました。でここまで来て結構その自我が強いなっていうふうに思われた方がすごく多いと思うんですけれど、本当にその通りで、その人一倍岩を持つ子供だったんですけれど、子供だったし、自分の中で譲れないものっていうのをすごく大切にして、それをすごく尊いものだっていうふうに思っていたし、絶対に壊さないようにしていたんだろうなっていうふうな実感が自分の中であります。でもそれもすごく大切なことであるけれども、その自分とは違う考えの人がいるっていうことを常に痛感したりとか、自分はその自分のことを理解してくれないっていうか、理解されたことがないっていう風な怒りの方が大きすぎて、なんで分かってくれないのっていう風な気持ちの方がすごく大きかったかなという風な記憶があります。でそのそういう風な、尖った高校1年生までの16歳までですね、で長崎で、子供時代を送って、インドに赴きます。でそのインドに赴くんですけれども、私がインドを選んだ理由っていうのが、その、変化にであり続けたいっていう風な理由と、もう一つあったのが、やっぱり英語を学びたいっていう風な気持ちがすごくあったんですね。そのアメリカの大学に行きたいなっていう風にも思っていたので、英語圏とかに行ったことがなかったので、このままの英語力じゃ絶対にダメだなっていう風な気持ちもあって、そう聞いたときに、インドはどうやら英語が公用語らしいということを AFS のサイトで学びまして、じゃあインドに行けば英語も学べるだろうっていう風に思ってインドに赴くわけなんですが、やっぱり AFS 行ったことがある方はすごくお分かりになるかと思うんですけれども、留学、私の思っていた通りの 100% 満足する留学があるっていうことってほぼほぼないじゃないですか。で、私もやっぱりその通りで、まず私が、派遣されたのがナシックっていうふうな町で、そのマハラシュトラ州っていう、そのデリーから車じゃないな、電車で1日以上かけて寝台列車でまずムンバイまで運ばれて、そこから5、6時間とか4、5時間とかそれぐらいかけて車で山奥の方まで登っていくんですね。それで、あれ私はどこに運ばれるんだろうっていうふうに思いながら、その山奥の町に運ばれて、で、そこで着いた町が、はい、ここが君がこれから、10ヶ月間過ごす街地だよっていうふうに言われて、そこで思ったことが、とにかく英語が喋れる人が一人もいないっていうふうなことで、で、その私がこれは、何語ですかっていうのを聞いて、マラティ語だよっていうふうに教えてもらって、初めてそこでマラティ語を私は学ばなきゃいけないっていうことをそこで知ったんですね。で、マラティ語がそのナシックで喋られているっていうことは知っていたんですけれども、やっぱりその英語が私は学べるはずだっていうふうな自分の意思とか自分の、望んでいることっていうふうなものをやっぱりすごく優先してしまっていて、まさか私がマラティ語を1年間学ぶはずがないっていうふうに自分の中で思ってしまっていたからこそ、最初の1ヶ月とかは本当に辛かったような記憶が多くて、
なんかマラティ語を学んではいたんですけれども、やっぱりなんで私はここでマラティ語を学んでいるんだろう、このマラハラストラ州のこの小さな区域でしか通じない言語を私はなんで学んでいるんだろうっていうふうな気持ちがすごく大きかったような気がしています。なんですけれども、そういうふうな感じがあって、だけど少しずつ思ってきたのが、その英語を学んだとしたら、その将来のキャリアだったりとか、受験に役立ってきたりとか、そのグローバル人材になれたりするじゃないですか、やっぱり英語を学ぶことによって。だけどそのマラティ語を学んでもグローバル人材になれるかって言ったらそうじゃないし、検定試験なんかもないし、受験にも役立たないし、マハラシュトラ州でしか通じないんですよね。ってなった時に、私はやっぱりマハラティ語を何のために学ぶかっていうふうなことを思うと、それはもうただただ目の前の人と分かり合いたいからとか、目の前の人と話したいから、そのモチベーションしかなくて、でそういう目の前の人と分かり合うっていうためだけに何かを学ぶことってこれしかないなっていうふうに思った時に、初めてマラティ語を能動的に学んでみようっていうふうな気持ちになりました。だったりとか、あとはその真ん中が、地元のお祭りなんですけれども、この時に私が、ホストファミリーから置いていかれたんですね。その、忘れられてて、車、そこで、ちょっとアイス買いに行ってくるから、また帰ってくるからっていうふうに言われて、車の荷台に乗って待っていたけれど、1時間経てど2時間経てど帰ってこないっていう風な感じで、それで、電話をして、なんか自分がいなかったことに気づいてもらったみたいな感じで、この時もやっぱりなんか私は留学生だとではないですけど、そのなんでこういう風に大切にしてくれないんだろうっていうことですごく悲しく思ったこともあったんですけれども、なんかまあそんなもんだよなっていう風に思うことも意外と大事だなっていう風に思って、でそれからは何て言うんでしょう、悲しかったことがあった時にそれに違和感を持つっていうよりは、幸せなことがあった時にそれをハッピーに思うっていう風な感じで、どんどん自分の中に幸福感が上がっていったかなっていう風な気もしています。あとはその時間に関する感覚っていうのもすごく自分の中では課題で、その日本にいる時はその自分の人生を自分で主導権を握っているっていう感覚がすごく、好きだったんですね。例えばその夜7時になったらこの勉強をして、夜8時になったら英語の勉強をして、夜9時にはこの、プログラムにアプライするっていうふうな感じで、自分の人生を自分の力で切り開くっていうふうな感覚がをすごく大事にしているタイプだったんですけれども、やっぱりインドの方って時間の感覚が全然違うじゃないですか。なのでその昼の10時ぐ、今日は、9時から出かけるよっていうふうに言われたので、7時に起きて準備していたけれど、10時になっても11時になっても動く気配がなく、で、12時になっても動く気配もないし、で、少し諦めかけたぐらいのところで、やっぱり準備しなさい、準備しなさいっていうふうに言われて、準備をするけれども、2時になっても3時になっても4時になっても準備をする気配がなく、で5時になってやっとそのテーマパークの方に、車を走らせて1時間半かけてテーマパークに行くんですけれども、やっぱり6時半ってもうほぼほぼテーマパークが閉まりそうな時間じゃないですか。なので、7時になってやその6時半にそのテーマパークに着くけれども、その7時に閉園ですっていうのが、まあ当たり前なんですけど書いてあって、7時に閉園だったらそのお金を払う価値はないよねっていう風な感じで、また1時間半かけて何もせずに帰ってくるみたいな、そういうインディアンタイムみたいなのをしているときに、やっぱりその自分で自分の人生の主導権を握れないみたいなことがすごく違和があったんですけれども、やっぱりそういう時もそういうふうに育っているんだっていうことだったりとか、そういうふうな文化圏なんだっていうふうに自分が学ばせてもらっているっていうことをなんか意識して、なんかなんで分かってくれないのっていうふうなよりかは、どうやったら分かってくれるかなっていうふうなことだったりとか、なんで相手がそういうふうな行動をしているんだろうっていうふうなことを考えるようになったことが結構自分の大きな転機だったかなというふうに思っています。この下にも書いてあるんですけれども、自分の主張とか自分の留学を押し付けすぎているかもしれないっていうふうなことですね。
で、そんな中でもやっぱり許せないことっていうか、違和感あることっていうのはもちろんあって、それが、その、違和っていうのが私にとってのカースト制度でした。そのインドっていうのは、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、その強固なカースト制度があって、もう名字を見ただけで、この人はどこの階層の人だよっていうのが分かるような仕組みになっているんですね。で、分かるような仕組みになっていて、で、その、だからこそすごく差別意識っていうのが大きいのが私は、他のことは結構納得できても納得できないポイントというのがありました。例えば、その、AFS のコミュ、あの、プログラムの一環でコミュニティサービスというものがあるんですけれども、そういう時にそのスラム街に行って、で、奉仕活動みたいなものをするので、お菓子をの蓋を開けて、配るみたいなことをしなきゃいけないんですね。でも自分の行っている学校が公立だったので、そのスラム街の子どもたちっていうのはいっぱいいたので、そのスラム街に全然自分の友達っていうのがいっぱい住んでいたんです。だけど、その、スラム街にコミュニティサービスとしてその足を踏み入れてしまったら、そのやっぱり自分は部外者で、与える人で、向こうは与えられる人で、ギバーとテイカーっていう風な、もう対立構造を、作った状態でそのお世話にならないといけない、状態でその村に行かなければならないっていう風な状態がありました。なので、そのお菓子を自分がそれで、分け与えてあげて、そしたら、向こうの子供たちがセンキューっていう風に言わなかったら、その、AFS の支部の人とかが、なんで F、センキューっていうふうに言わないんだっていうふうに、その子供たちを叱っていたりとかしたことがあったんですね。その時に、私はこんなに優しい AFS の支部の人が、そのカースト制度があって、違うカーストだっていうだけで、ここまで態度が変わってしまうっていうふうなことにすごく違和感があったりとか、あとはその、こういうふうな現状を解決したいなっていうふうに思って、一人でスラム街に赴いたりする機会も結構あったんですけれども、その時に、その、日本地図、てか世界地図をスマホで子供たちに見せたんですね。その時に、世界ってこんなに広いんだねっていうふうなことを言ってくれて、I'm from Japan っていうふうなことを言ってみても、ジャパンってどこ？刑務所通りの横っていうふうな感じで、日本っていう国があることを知らなかったっていうか、その、スラム街の外に、世界が広がっているっていうことを知らないような子供たちがいっぱいいて、それだったりとか、あとは、子供たち自身が、そのカーストが上の人たちから殴られたりとか蹴られたりとかしても、自分はそういうカーストの人で前世に悪いことをしてしまったから、こういうふうなことがあってもしょうがないんだっていうふうに言われることが結構あって、子供たち自身もそれなのやも抱いていないっていうふうなことがありました。また、私がやっぱり気がかりだったのが、先ほどのスライドにもあった、日本の皆さんが途上国っていうような言葉を聞いただけで、自分にはやっぱり関係ないことだっていうか、自分にはそういう支援はできないというか、そういう人たちのことをかわいそうだと思ったことはあるけれども、やっぱり自分にはやっぱりできることがないよっていうふうに言ってしまったりとか、募金ぐらいならできることはあるけれど、そのお金で寄付するのもなんかねっていうふうな言葉を聞いたりしたこともあったりっていう、この子どもたち、ハイカーストの人、日本の人っていう、この3者の岩を私がつなぎ合わせた時に、その世界中の人たちが大切にしている服とかを、子どもたちに寄付することによって、子どもたちは世界中の人たちが自分たちのことを見ているんだっていうふうなことを感じることができるんではないかっていうことだったりとか、そういうキラキラした、顔でステージ上を歩く子どもたちを見ることによって、そのか、ハイカーストの人たちも、同じような人間だっていうことを分かってくれるのではないだろうかっていうふうなことだったりとか、また日本の人とか世界各国の、発展した国の人々も、自分が思い入れのある服っていうのを子どもたちが着ている様子を見ることによって、それこそ同じ人間だっていうことだったり、
とか、その隣の席の人に消しゴムを貸すっていうのと同じような感覚で、途上国の支援っていうのはできるんだよってことを知ってもらえるんじゃないかっていうふうなことで、途上国、インドでファッションショーができるんじゃないかっていうふうに思うようになりました。で、で、それのことが結構、メディアの方とかにも、紹介していただく機会が多くて、一旦すいません、共有停止しますね。はい、それを NHK の方に取り上げていただいたので、その様子を、ご覧いただければなっていうふうに思います。あ、音声聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？あゆこさん大丈夫ですかね？聞こえてました。聞こえてます。わかりました、はい。ありがとうございます。豊か田舎で生死が分けられるっていう現実だったり、どこに生まれてもその世界中の全ての人が自分の未来を自分で決められる世界っていうのを作りたい。上流階級の方たちにも自分たちと何ら変わりはないんだなっていうのを知ってもらいたい。できることは全部やりたいなって思ってます。周りの心の中とかにある壁、その人々にある心の壁っていうのもやっぱりしっかり見たことがないから、そういうふうな偏見が生まれてしまう。いろんなものを見ていろんなものを感じて、これからも生きていきたいなっていうふうに思いました。っていう感じです。すいません、ちょっと17歳なので喋り方が幼いですね。まあ今も幼いと思うんですけど、はい。で、プレゼンテーションの方がしない。すいません、ちょっと結構遅くて、こういう感じで、できた。ファッションショーの方を行い、
まして、先ほど、一緒にモールに行くときに隣に女の子がいたと思うんですけど、その、ガリマちゃんっていう風な女の子がいて、その子が、学校で一緒になった友達だったんですね。その子が国連職員になりたいっていう風な夢を持っていて、当時の私は本当に国連職員になりたいなっていう風な気持ちがすごくあったので、同じ国連職員になりたいっていう風な夢を持っている同士っていう風な感じですごく仲良くなって、一緒にファッションショーを立ち上げたんですけれども、やっぱりそのインド人なんだっていう風な感覚を私がすごく持ってしまっていたので、一回それも時間に関することなんですけれども、そのなんだろう、あ、すいません。ごめんなさい、プレゼンテーション、立ち上げるのが時間かかりそうなので、このまま行きます。その、インド人っていう風なことを私が思いすぎたばっかりに、9時からの練習だったのに、まあ、インド人のみんなは10時ぐらいに来るだろうっていう風に思って、9時半ぐらいに部屋を出てしまったことがあったんですね。その時に、ガリマから9時15分ぐらいに、なんで来ないのっていう風にすごく怒られて、もうこれ以上、なんか、約束を守らないなら絶好だっていう風に言われて、すごく、びっくりしたような記憶があって、でそれも私がやっぱりインド人はこういう風なものだろうっていう風に、その、まあ、違う、インド人だからっていう風なレベルをすごく張りすぎてしまっていたのかなっていう風な気がしていて、またその NHK で先ほど番組があったと思うんですけれども、その NHK を呼ぶにあたっても、その何でしょう、自分が私が NHK を呼びたいのは、その貧困の状態を日本の人たちに見せびらかしたいからだろうっていうふうに、そのハイカーストの人たちから言われて、その私は貧困の現状を見せびらかしたいっていうよりは、分かり合うことができるんだよっていうことを知ってもらいたかったので、そのメディアさんの取材を OK したんですけれども、やっぱりその自分たちの名誉を傷つけられたくないっていうふうな気持ちが大きかったのか、それですごく猛反対されて、 NHK を呼ぶんだだったら、ファッションショーは開催させないっていう風なことを言われたりとかもしたんですけど、その時にもやっぱりもうインドは嫌だっていう風なことをすごく思ってしまったりとかして、でもよくよく考えてみると、日本でそういうことをした場合にも日本の貧困とかを見せびらかすなっていう風に言う人っていうのはある程度いるわけじゃないですか。だからそのインドに行ったっていう風なだけで、私はやっぱり皆さんが思い浮かべるような灼熱の国の意味のわからない摩訶不思議の国インドっていうのを自分の中で思い浮かべすぎたせいで、過度にそのインドだからっていう風に思いすぎた部分もすごくあったのかなっていう風に思っています。でその余談なんですけれども、このガリマちゃんは、AFS に私が日本に帰ってきたその年に山口の支部で日本にやってきて、今日確か山口の支部の方がいらっしゃってると思うんですけど、本当にお世話になりました。で、9月から APU 秋田も、APU に行くっていうふうなことで、ガリなんかその時間の一件があった後とかにすごく日本のことだったりとか文化の違いのこととかについて、インド人と日本人としてというよりかは、その一人の人間として接せたことがすごく大きかったのかなっていうふうに思っています。はい、ちょっとそれちゃったんですが、そのインドでは自分とは違う人間だっていうふうな心の壁が分断を引き起こしているような感じがしました。どういうことかっていうと、やっぱりさっきしっかり見たことがないっていうふうなことは言ったんですけれども、やっぱりそのカースト制度っていうのが歴史の中で強く根付いているからこそ、その、ハイカーストの人と低カーストの人はすごく違う人間だっていう風な意識があるからこそ分断が引き起こされているっていう風な感じを覚えたし、私自身もその日本人だからインド人だからっていう風な感じで分断が引き起こされているのかなという風な感触もあったような気がしています。で次がその高校3年生から現在編なんですけれども、一番心に残ったセリフが自己責任というふうなセリフで、私が日本に帰ってきたぐらいにコロナがすごく広まっていたんですね。その時にやっぱり帰ってきてすごく感じたのが、今まではあらわになっていなかった貧困の現状がすごくあらわになっている。例えばステイホームできない人がいるということだったりとか、コロナパーティーみたいな感じで、そのコロナだけど、外に出ている自分っていうのを、その
見せびらかすような人たちっていうのが結構いっぱいいたと思うんですけど、そういうふうな現状がすごくあらわになっていることに私はすごく驚きました。またその帰ってきてから日本あのインドの人たちがインドのために働きたいって言っていたこともあって、日本のために働きたいなというふうな気持ちが芽生えたので、日本の官僚さんとか政治家の方と話す機会が結構増えたんですけれども、そういう時になんか自分の地元では自分ではこういうことできないっていうふうに思っている人がたくさんいるっていうふうな話をした時も、いやでも君はここまで来られているじゃないか、だからやろうと思えばできるんだよっていうふうな話をされたりとかした時に、だからその自分ではできないっていうふうに思っていることも、それは全て自己責任だっていうふうに一度すごく有名な政治家の方から切り捨てられてしまったことがあったんですね。だったりとか、あとはそのこの割り切った世界の片隅でっていうふうな、記事が少し、いろんな人に読んでいただいてから、それこそ何でしょう、テレビだったりとか、もう世界を変える立場の人というか、あの世の中の仕組みを作るような人たちと話すっていう風な機会をたくさんいただくこともあったんですけれども、そういう時に例えば何でしょう、自分以外がもう取締役のもうあのそういうキャリアとかがすごく積まれている男性49人と私1人みたいな場に行くこととかもすごくあって、そういう時に私が発言をしようとしてもなかなかその時間を取ってもらえないだったりとかして、あの私だって言うことがあるんだぞっていうのをあの表明するためにわざわざ眉毛を濃く描いてからその場に臨んだりとか、あとはそのなんだろう、私は分断とかの話をしようっていうふうにその場に臨んだけれども、結局はその方が、今まで見てきたことの話だけで終わってしまったりっていうふうな形で、なんだろう、そのこの人たちはなんかトークしたいのか、それともスピークしたいのかなっていうふうにちょっと疑問に思う瞬間がたくさんあったんですね。どういうことかっていうと、そのトークって言ったらあのお互いとお互いが対話し合うっていうか、あなたは何を考えているのかなっていうふうなことを思い浮かべながらその話をするっていうようなことだと思うんですけど、スピーチっていうふうな言葉があるじゃないですか。だから一方的に自分の中でこういうふうな筋道を立てて話そうっていうふうなことだけで、自分の言葉だけに焦点を当てて、私と話そうっていうよりは私の前でスピークをしようっていうふうな形で話をしている人が多いのかなっていうふうな感じる瞬間が多々あったんですね。そういうふうに思った時に私が感じたことが、やはりその日本ではそのインドとかみたいな感じで強固な目に見えるカースト制度っていうのはないじゃないですか。だからこそその言葉が通じない人っていうのと、とか話が通じない人っていうのと頻繁に話す人が少ないのかなっていうふうに思ったんですね。やっぱりその特に東京とかはそうだと思うんですけど、自分のと話が合う人とだけ話すだけで生きていけるじゃないですか。だけどやっぱりインドとかではあのメイドさんだったりとかで、その自分とは違うカーストの人っていうのが身の回りにいて、だからこそ自分と相手は異なるんだっていうことを強く感じている人がたくさんいたんですけれども、その日本だとその自分が今まで接したことのある人だったりとか、自分が見てきたものが全てだっていうふうに思っている人が多いんじゃないかっていうふうに、その政治家の方とか官僚の方とか、その私がたくさん接した方と話した時に思って、その自分が見てきたものが全てだっていうふうに思っているからこそ、自分たちの判断基準で、あ、ここまで来れていない人っていうか、自分の地元から出られていない人っていうのはきっとまあ自己責任だろうとか怠けているんだろうっていうふうな判断を下してしまう人がたくさんいる。だからこそそういうふうな日本独自の分断があるのではないかなっていうふうに思ったんですね。だからこそその本当に相手を意識せずに話している人だったりとか、相手に伝えようっていう風な気持ちではなくて、ただただ、まあ、自分のことを理解してくれるだろうっていう風な想定のもと一方的に話す人が多いのかなっていう風な感じな、な感覚を抱きました。でそういうことを考えて、インドだったりとかスイスとかフィリピンとかをいろいろ言った後に、私が感じる
まあ、日本人というと主語が少し大きいんですけれども、日本人のいいところとしてやっぱり分からないっていうふうに言えることが日本人のいいところだなっていうふうに私はすごく思うんですね。やっぱりその街頭インタビューとかでもアメリカの人ってすごく自信満々に意見をおっしゃるじゃないですか。だったりとかすると思うんですけど、日本だったらいやー分からないですねっていう風な人が多かったりとか、あと分かっていないっていう風な自覚ができることだったりとか、自信がないことって意外と日本人のいいところなのかなっていう風に思っていて、どういうことかっていうと、やっぱり自信を持つっていうことはある程度なんでしょう、もう自分がたくさんの人の普通っていうものに触れたりとか、たくさんの人の常識っていうものに触れると、ある程度自信っていうのはなくなるものだと思うんですね。だからこそ、自分の普通っていうのは周りの普通だっていうふうに思わないことだったりとか、自分の当たり前っていうのは他人の当たり前ではないんだよってことを自覚することとか、自分は分かっていないっていうことに自覚的であることっていうのは、日本人はすごく得意なことっていうか、やればできることなんじゃないかなっていうふうに思うんです。だからこそ、そういう日本人の特性を生かすことによって、自分の普通っていう、自分の普通、自分の周りの5人、自分が普段接している人のではない人、自分の普通の外の人への想像力を持つことっていうのが日本の人はできるんじゃないかなっていうふうに思うんです。私が最初にそのウィーンに、なんで行ったことがないのっていうふうに言ったって男の子がいたっていうふうに言ったと思うんですけど、その人は自分の普通とか自分の常識の外の人への想像力がなかったっていうふうなことだと思うんですね。だけどこんなに謙虚で、こんなになんていうか、自分にとか世界に対して謙虚になれる日本の人だったら、自分の普通の外の人への想像力を持つことによって、この分断っていうのを解決できるんじゃないかっていうふうに私は思います。だったりとか、あとはちょっと付け加えるとすると、その、この分からないと言えることとか、自分の当たり前は、てか自分が見てきたものが全てではないっていうことを分かることが大事だっていうふうに言ったと思うんですけど、逆に留学経験がある人とか、海外とかで働いたことがある人ほど、そういうのって難しいのかなっていうふうに思う瞬間もあって、やっぱり留学経験があるっていうふうなことだと、その、他の日本人の方に比べて視野が広いっていうふうに思ってしまうじゃないですか。だけどやっぱりそれも自分が行った地域のそういう人のことを知っているっていうだけであって、どれだけ広い世界を見ようとも、やっぱり自分は分かってないことがあるっていうことを自覚的になることはすごく大事なのかなっていうふうに、私自身もなんていうか、いろんな経験をすればするほど自分に自信がついていくっていうの側面もあるんですけれども、やっぱりある程度自分の自信をなくしていくっていうことも少し大事なのかなっていうふうに思います。で、その日本人の逆に悪いところはどういうところがあるのかなって考えたときに、その、今思っていても分かり合えなくてもそんなもんだっていうふうに思ってしまうことがあると思っています。だけど、その私が最初に今を持つタイプの人だっていうふうに言ってたと思うんですけど、やっぱり今を持つだったりとか、地元の人でもできるのになんでみんなできないって思ってるんだろうだったりとか、そのカースト制度があっても人々は分かり合えるのになんで分かり合えないと思ってるだろうみたいな感じで、意を持つっていうことは世の中をもっとよくできる、人々は分かり合えるはずだっていうふうに信じないとできないことだと思うんですね。やっぱりそういう何かしらの希望だったりとか、ポジティブな気持ちだったりとか、能動的な気持ちっていうのを不条理は解決できる、地元の子たちでもできるっていうふうに信じてないと、いわっていうのはなんか生まれなかったっていうふうに思うので、信じるっていうのは本当に世の中に能動的に切り込んでいくことだと思います。だからその一番最初は岩を持ちすぎて怒りを持っていたっていうふうに言っていたと思うんですけれども、やっぱり岩を持つからこそできることもあると思うので、何か違和を持ったことがある方、一番最初にその分かり合えなかったっていうことに違和を感じたことがある、ありますかっていうふうな質問を投げかけたんですけど、その時に何かしら自分の中に覚えているっていうふうな方は、それが解決できるんだっていうふうに信じていらっしゃる方だと思うので、その違和っていうものは大切にした方がいいのかなっていうふうに思います。
で最後にその分かり合えない人と少しでも分かり合うためにっていうふうなことで結構大きな題をつけてしまったんですけれども、やっぱり少しでも分かり合うことはどうやったらできるのかっていうふうなことを考えるのが大事だと思うんですけど、まず一つ目が、自分の普通のそこ、外の人とか言葉が通じない人、話が通じない人っていうのとたくさん話すこととかたくさん触れ合うことっていうのが大事なのかなっていうふうに思います。自分とは違うこととかもの、すいません5時なんですけど、違うことものを大切にしている人と向き合うことっていうようなことで、やっぱりその自分が言ってることにいつも賛成してくれる人っていうのが周りにいると、なんか自分はいつも正しいんだっていうふうに思ってしまうじゃないですか。だったりとか、なんか自分と話が通じる人ばかりと一緒にいると、なんかその言葉とかを説明しなくなるんですね。やっぱりその平和とかグローバルとか国際協力っていうものが好きな人とばかり一緒にいると、いざ平和とかグローバルとか国際協力とかを聞いたこともないような人と話してみたときに、じゃあグローバルってどういうことっていうふうに説明しようって思ったときに意外とできないってことはすごくあると思うんです。だからこそ、自分の普通の外にいる人っていうのと話してみることで、じゃあグローバルってどういうことなんだろう、平和ってどういうことなんだろうっていうことの解像度が自分の中でも高くなるのかなっていうふうに思います。2つ目が、自分が話を聞いてもらえるのが、また話を聞いてもらえないのが当たり前だと思わないことっていうので、先ほど言ったみたいに自分が話を聞いてもらえるのが当たり前だと思っているともうどんどんトークじゃなくてスピークになってしまう。そうなるとやっぱり自分にとっても相手にとっても、あまり良くないことですし、この世の中の分断っていうのがどんどん進んでいくのかなっていうふうに思います。で、3つ目が、完全には分かり合っていないっていうふうに自覚することで、これが分かり合うためにっていうふうなのと少し矛盾するとは思うんですけど、これが私の好きなキティちゃんのセリフで、そのキティちゃんが自分のボーイフレンドのダニエルについて話してる場面なんですけど、正直ね、ダニエルの気持ちは分からない、分からなくて普通、別の生命体だから、だけど分からない前提で分かってもらおう、分かろうっていうための努力は諦めないっていうふうな形で、自分たちはまだ分かり合っていないっていうふうに自覚することはすごく大事だと思っていて、分かり合っているっていうふうに、完全に分かり合っているって思ったら、意外とそれは相手が妥協してくれているだけっていうふうな場合もあると思うんですよ。だから完全には分かって出会ってはいない、完全に人間は分かり合うことはできないっていう風な前提を持つことも大事だなっていう風に思います。で、4つ目が、共に生きることができるっていう風な可能性を信じることっていう風なことで、共に生きることができるっていう風な単語にピンとくる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、その共に生きるっていうのが AFS のモットーじゃないですか。共に生きるっていうのがやっぱり AFS っていうのが生まれた理由だし、戦争とかがあるけれども共に生きることができるはずだっていうことを信じた先に AFS ができたっていうふうに思っていて、だからこそ共に生きるっていうことを信じるっていうことは共に生きるための努力をしていくっていうふうなことだと思うので、まだ共に生きられていない人がいるっていうことを認識して、その人たちと共に生きるためにはどうすればいいのかっていうことを考えることがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、これで私の話は終わりです。ご清聴ありがとうございました。